KQ ストア。株式会社 KQ ストアは東京都神奈川県でスーパーマーケットチェーンを展開する企業である。京浜急行電鉄100%出資の関連会社である。1923年、大正12年9月1日の関東大震災によって老舗百貨店である白木屋は東京日本橋の本店が壊滅し、その復興が 震災後の東京市の復興計画の遅れに伴う、区割り整理未定定の状態が長期化し、本県地区での本格的な復興が遅れることになった。そのため、白木屋は十分な規模での営業を行うことができず、不足分を補うために分店と称する店舗網を展開するようになった。この分店開設の一環として、京浜電気鉄道、 現在の京急線の品川上入りに伴いでできる高架下に品川分店を開設する計画を立てた。しかし、日本百貨店協会が、支店などの開設を自粛する自制協定を発表したことに伴い、それに抵触するとして、この構想は実現できなくなった。そこで、この計画を継承する形で、京浜電気鉄道と、 白木屋の取引問屋が出資して1933年、昭和8年に、資本金10万円で株式会社景品デパートが設立し、景品電気鉄道品川駅の地下と、地上1階の契約、000坪の品川店を開設したのが始まりである。白木屋は先に述べた、自制協定があったため出資こそしなかったものの支援は惜しまなかったとされており、 その運営方式の多くが、白木屋のものを継承する形となっていた。1934年、昭和9年9月に、蒲田文店。1935年、昭和10年3月に、鶴見文店。現、鶴見西店。同年5月5日に、川崎文店を開店するなど母体企業である、京浜電気鉄道の沿線での横転化を推し進めた。ところが、 川崎分店の開設の際に旧京浜電気鉄道本社跡という駅前の一等地に進出することは地元商店街にとって死活問題であるとして地元商店主たちが京浜デパート排撃規制同盟会を結成するとして激しく反対運動を繰り広げたため川崎分店を1936年昭和11年1月末日で閉店し店舗跡を 地場資本の百貨店商品屋に売却して撤退に追い込まれた。また、京浜デパートは母体企業の京浜電気鉄道沿線のみではなく、菊屋デパートの名称で他の鉄道会社のターミナル駅への出店を行っており、池袋駅に木造2階建てで売り場面積2347平方メートルの池袋分店を1935年、 昭和10年2月に開設したほか、同年12月に、高田の馬場分店を開設するなど開業当初から、積極的な出店戦略を展開した。しかし、1940年、昭和15年3月15日に菊谷、デパート、池袋分店を、武蔵野鉄道、現在の西武鉄道へ売却して、武蔵野デパートとなり、他の店舗も、繊細で消失するなど、 第二次世界大戦終了時までに品川と鶴見の2店舗にまで事業規模が縮小する形となった。なお、菊谷・デバート池袋分店も武蔵野鉄道へ売却後の1945年、昭和20年春に、戦災で全焼し、戦後の1949年4月27日に、西武百貨店へ称号を変更して同年末に営業を再開している。また、 1943年昭和18年3月には称号を株式会社景品デパートから株式会社景品百貨店へ変更している。この称号変更は第二次世界大戦中の外来後規制に伴うものとされている。第二次世界大戦後の東京急行電鉄の分割再編に伴って1948年昭和23年6月1日に 京浜急行電鉄が発足し、翌年1949年、昭和24年6月に、当社株は、その再編の一環として同社に引き継がれ、1954年、昭和29年8月には、同社が株式の過半数を取得して子会社化された。新橋駅高下下に戦後開業した東京デパートを譲り受けして、1955年、 昭和30年11月3日に第二次世界大戦後初の出展として新橋店を開店し品川店や鶴見店と共に駅構内にある恵まれた立地条件を器に良好な業績を挙げた。そのため1959年昭和34年11月に横須賀店1961年昭和36年6月に鶴見東店。 1963年、昭和38年4月に上尾岡店、同年10月には富岡店を開店するなど大転化が進められた。このうち富岡店は、景品ストアとして開店しており、事業展開をスーパーマーケット事業へシフトする先駆けとなった。また、1957年、昭和32年10月に、 京浜川崎駅構内に食堂と理髪店を開業しほか、1968年昭和43年2月に株式会社鉄友会を合併して同月に工事町にレストランと喫茶店を開業するなど小売事業以外の店舗展開も行っている。1970年昭和45年以降は大転化を加速させた。中でも1978年、 昭和53年5月に開業した葉山店は最初の郊外型スーパーで京急沿線の駅前以外への出店の先駆けとなった。1990年に会社名、店舗名とも京急ストアに改称した。1994年平成6年6月に品川店を改装した際に当社で初めて生鮮三品の販売を直営に切り替えるとともに 専門店を入居させている店舗でも、販促規格などを統一するなど生鮮食料品の販売力の強化乗り出している。この生鮮食料品の販売直営化にあたっては、生肉については完全な直営化ではなく、関連会社の京急フーズが運営する形態で実質的な直営化を図っている。1997年、平成9年4月に横須賀中央駅に隣接して、 魚屋の新鮮寿司を開店するなど、惣菜販売の強化も進めている。2006年、平成18年8月1日には、京急グループとして一体的に運営することで、意思決定のスピードを上げて、経営を効率化させることを目的に、株式交換方式によって、京浜急行電鉄が全株式を取得し完全子会社されることになった。2013年、 平成25年4月にユニオネックスを90合併した。この決定は2012年平成24年4月に行われた。ユニオネックスが営業していた食品スーパーの旧横山は京急ストア改名され、高級スーパーの元町ユニオンはそのままのブランド名で存続した。詳細はユニオネックス参照。なお、 京急城大岡駅ビルに1996年、平成8年10月1日に開業した京急百貨店は、当社ではなく1989年、平成元年12月設立の株式会社、京急百貨店が運営している。2017年7月15日現在、東京と神奈川県の京急線沿線を中心に産業体52店舗を展開する。 出店店舗の詳細については、公式サイト、店舗案内を参照。詳細は公式サイト内のページ、関連会社及び京急ストアの親会社で、京急電鉄の会社概要などを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。